それは分かってます。分かってるんですけど、私教科書とか参考書を見ると頭がこうってなっちゃいまして。先輩ならそう言ってくれると思ってまし。改めてよろしくお願いします。トッキー先生、いえ全然わかりません。そうです、全くこれっぽっちも解ける気がしません。もしかしてその回を下の式に？やってみます。x=4 が求められたので、これを下の式に代入してちゃんと式が成立するみたいです。ちょっと確認します。計算式も模範解答通りでした。さすがトッキー先生、ありがとうございます。じゃあ次の問題も同じようなやり方で解けそうですね。まずは片方の式を計算して、ご褒美？本当ですか？何かって何でもですか？じゃあ公園で売ってるクレープでお願いします。新しいメニューが大絶賛売り出し中なんですよ。よーし、頑張って新作クレープゲットしちゃいますよ。トッキー先輩、カウントお願いします。いきます。
よね。やったー、ありがとうございます。この調子でどんどんやっていきましょう。他の許可でもいいですよ。わかってますって。明日の楽しみのために今日頑張るんです。先輩、もしかしてこの織田信長って人、戦国の巨神に出てくるノッブですか？多分脳内でスルーしてました。あれ、そうするとノッブの仇を討ったヒデってまさかこの…マジですか？気づかずに漫画楽しんでましたよ。ということはまさかまさかなんですけど、3つはこの明智光秀で、じゃあ明智光秀は本当はたたり神に疲れていて親友ノッポを殺めてしまう3つですか？先祖の過ちにより呪われていたその忌まわしき血のせいで。先輩、じゃああの話はどこからが本当の話でどこからが漫画の話なんですか？ということは漫画の知識は無駄ってことですか？せっかく関係があって分かりやすいと思ったのに。トッキー先輩、あれですよ、あそこの行列ができてるお店です。そうなんですよ、女子の間で結構話題になってまして、私も前に友達と来たことあります。そうなんです、店主の気まぐれで予告なしに新作が、それもその日限定とかで出ることもあるので、そんな場合はコミュで一斉に情報が飛んできますよ。ですです、春限定の桜クレープ、ついこの間発売になったんですよ。これは多分来月いっぱいくらいまでは販売されると思うんですが、でも一日も早く食べたいってものですからね。